答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは自閉症にも有効オキシトシンっていうお話です。オキシトシンっていうのは脳内ホルモンで、例えばですね、手をつなぐとか一緒に食事をとるというですね、安らぎを与えてくれるホルモンの一つなんですね。で、いろんな効果があって、まあ、例えば好奇心をですね、増やしてくれたりとか、体の免疫を高めるなんて言われてます。傷の治癒、あとはストレスホルモン、コルチゾールを抑えてくれますので、自分のここの安らぎとかですね、ストレスが軽減されるとなるんですね。で、これ実はなんで今回わざわざね、オキシトシンって話をしたっていうと、今最新研究では、自閉症にも有効なんじゃないかっていうのが研究で取り沙汰されてるわけですね。そのオキシトシンをですね、自閉症の子に与えたところ、少し癇癪行為が減ったりとか落ち着いたという研究結果が出てるそうです。ですからなかなかね、本当に今自閉症のお子様にも私領域で携わっていて本当に難しいなって毎日思いますけど、でもこうちょっと愛情を与えて手をつないでみたり、一緒に会話をしたり、一緒にご飯を食べたり、その中からやっぱり何か伝わるものってあると思うんで、やっぱり愛情は触れ合いからだと思います。ぜひオキシトシンね、今日もたくさん子供に分泌させてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。